オリンピックを前に海外からのお客様も多いようですね。インフルエンザがあまりマスクをしている方は少ないですね。東京駅から始発となって中央線をはじめとして東海道本線や東北本線、1日の列車の発着本数は8000本とも言われます。東京オリンピックまであと167日、いかがお過ごしですか？後ろに見えるのが東京オリンピックカウントダウンの掲示板です。本当あと167日で東京オリンピックが始まるんですね。昨夜東京オリンピックの延期が発表されてしまいました。一体あの時計はどうなったんだろうと思って見に行った方のツイートが話題になっています。カウントダウンが中止されて普通の今現在の時を刻む時計になっていたそうです。トヨタ次世代2020年東京オリンピックに向け日本人のおもてなしの心をデザインしました。東京丸の内宿泊施設があります。ここで一泊して明日朝一始発に乗って釣りに行きます。そういう釣りもこれからありかもしれませんね。向こうに見えるのが東京駅、生まれ変わった東京駅です。 Google は3月20日正しい手洗い方法の紹介のアニメを検索ページトップのロゴに変更しました。手洗いについてのアニメです。手洗いは新型コロナウイルスの対策として有効とされています。手を消毒してステーションビルに入りました。スマホで予約、タッチで乗車、新幹線 e チケット3月14日スタートしました。窓口で切符を受け取ることなく、スマホで簡単に、スマホ、パソコンから列車の予約、新幹線にチケットレスで乗車。新幹線の換気は JR 東海によると走行中も停車中も各号車外機に車内空気の常時換気を自動制御で行っており、計算上ではおよそ6分から8分に1回車内の空気が外気と入れ替わることになるそうです。今新幹線はとても空いています。出張や
外出を控えてる人が多かったせいか、とても空いてます。空いているおかげで楽なのは身体的なものだけではありません。新幹線には Wi-Fi がついて、誰でも簡単に使うことができます。これがどう影響するかというと、その Wi-Fi がいかに性能がいいとはいえ限界はありますよね。そこで使用人数が少ないと簡単に接続ができて、動きもとても軽やかになります。サクサクと好きな YouTube も見られました。Treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see.新型は新型でも、こちらの新型は大歓迎。マービックミニ 199g、 200g を切りました。ドローンミーです。すごくいいですね。これは日本仕様の 199g。 GPS がとっても良くて、釣り人の周りをくるくる回ることが GPS 効果で簡単にできるそうです。もうすぐ新幹線が来ます。こんな感じで撮影してるんですよ。もうすぐ新幹線が来ます。こんな感じで撮影してるんです。来た。